はい、皆さんこんにちは、こんばんで。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、こんでです。ちょっとカード関係とはね、違ったことをやろうと思ってます。はい、今日はこちらです。こちらを上げていきたいと思います。アマゾンのタイムセールの品をね、5個以上ちょっと買いました。今日はこちらを、上げていきたいと思います。欲しいものね、すごいポチっちゃいました。さあ、どれからいこう。小さい箱からいけばいいんじゃない。これなんだろうな、何頼んだんだ俺。これひょっとして、おひょっとしてあれかな、なんだ、なんかちっちゃい箱が。でこれ何頼んだんだっけ。さあ、はい、僕分かりました。こんな箱がね、出てきました。さあ、何でしょう？言いましょう。じゃあ、はい、そうです。時計です。買いたかったのよ、時計。もう30代後半の男性なんですけど、昔からね、腕時計はね、憧れてた。スーツに腕時計。ちなみに価格いくらだったかというと、腕時計欲しいな、欲しいなと思ってたんですよ。はい、ついにゲットです、腕時計。これ行きましょう。大きい箱行きましょう。本当タイムセールで結構お得だった。何、あー、これだ、こちらです。こちら、これ買いました。シュラフですよ。あのテントをね、前 UFO キャッチャーで撮ったんだけど、テントだけじゃ寝れないので車に乗せとく用のシュラフ。これで、どっかにロケ行っても車の中で寝ることもできるしと思ってシュラフ買ったんですけど、夏です。夏です。はい、夏なので暑いよねっていう。さあ、続いて、布団の上にこちら行きましょうか。何買ったんだっけな、今のところ面白いもの何も出てこないね。あ、はい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 、こちら、これです。これのライト。はい、ということで非常用のライトを買いました。洞窟探検家系 YouTuber になれるかもしれない。すぐネタ尽きると思う。もしくはすぐ帰ってこなくなって捜索願いでみんなに迷惑かける系 YouTuber になっちゃう。大きい箱行きましょう。あー、イエーイ。株式会社ニアバインダイレクトジャパン。なんだろうな、これ。これはわかるでしょ。これ、はい、スマホ VR プレイヤー。すげえなー。確かに今ね、空中の空を飛んでる、空飛んでる。うん。なんか見づらいな。なんか通帳で見た方がいいな。なんだっけ、なんだろうな、これ。はぁ、あ、はぁはぁ。あ、わかった、これ。ソーラーパネル。充電できてる。すごい充電できてるよ、これ。これもね、車に入れとこうと思う。すいませんね、なんか面白いもの買ってなくてごめんなさい。ほんと、あ、これだ。そうね、これを買いました。これ息のボッとかっていう音があると思うんですけど、それをね、防止してくれるやつ。やばいな。はい、どうも、カリッと美味しいプリッツです。はい、これで俺も人気実況者になれるんでしょうか。これをね、使ってみましょう。ちっちゃいの、思ったよりちっちゃい。俺これぐらいのが届くかと思ったんだけど、話しかけたりとかできる機械らしいんですよ。こんにちは。お、光った。アレクサ、アレクサ、パソコンにつないで設定しなきゃいかんのかな。アレクサの設定ができました。アレクサ、今日の天気を教えて。あれあれあれ、アレクサ、今日の天気について教えて。現在の天気は快晴で、気温は摂氏33度です。なるほどですね。アレクサ、涼しく過ごす方法を教えて。ごめんなさい、ちょっとわかりませんでした。アレクサ、音楽かけて。いいね、音楽かけてくれてる。まあ、著作権上ね、これ以上流せないですけど。アレクサ、音楽消して。アレクサ、今上映中の映画教えて。今日この近くで上映される映画は次の通りです。劇場版ポケットモンスターみんなの物語、ワンプ侍、切られて候。アレクサ、ヒカキンさんについて教えて。こんな説明が見つかりました。はい、ヒカキンは日本の YouTuber、 ヒューマンビートボクサーである。説明短いな。80になる親がどんな反応するかね。ちょっとアレクサを持ってってみましょう。話しかけてみて、アレクサ。怖い。アレクサにちょっと話しかけてみて。ドラマが見たい。